皆さんこんにちは、ナオトです。最近ワンパンマンがハリウッドで実写化されるというニュースがあったので、どんなワンパンマンが見れるかめちゃめちゃ楽しみにしています。その時は僕もまたワンパンマンの動画を作ろうと思います。今回は僕が4月に読んだ漫画を紹介したいと思います。皆さんも下のリンク先で見ることができますので、ぜひ見てみてください。一つ目は同じ月を見ているです。これは土田清輝さんが書いた漫画で、1999年の文化庁メディア芸術祭漫画部門で優秀賞を取っています。文化庁メディア芸術祭のサイトを見ていた時にこの漫画を見つけて、表紙に惹かれて読んでみようと思いました。2005年には実写映画化もされています。奇跡的なまでにピュアな心の持ち主ドンちゃんとその周りの人々を描くヒューマンドラマ的なストーリーです。牛島くんに出てきためちゃめちゃピュアなキャラクター竹本を思い出しました。そして牛島くんと同じく中盤からはヤクザ漫画っぽい側面も出てきます。ドンのピュアさを見せることによって、人間の醜い部分と社会の残酷さを浮き彫りにしているような印象を受けました。自分を犠牲にして困っている人を助け、誰も傷つけない、そんな生き方がこの漫画の中でどういう結末を迎えるのか、そしてそこから何を感じ取れるのか、気になる方はぜひ読んでみてください。次は手塚治虫さんの罪と罰です。これはドストエフスキーの小説罪と罰を手塚さんが漫画化した作品です。実は僕はまだ小説の方を読んだことがないんですが、手塚治虫さんの漫画バージョンがあることを最近知ったので、こっちを先に読んでしまいました。手塚さんの絵の中でもとてもポップな方の絵なので、キャラクターが全体的にとても可愛かったです。いろいろなカットを組み合わせて映画っぽくしているシーンや、カメラを固定して舞台のように見せているシーンからは、漫画の新たな可能性を追求し続けている姿勢を感じました。クライマックスの暴動のシーンはウォーリーを探せ状態になっていたので、とても見応えがありました。後書きによるとキャラクターの役柄を変えたりしているみたいなので、ぜひオリジナルも読んでみたいと思います。次は大日本天狗党絵言葉です。これは黒田伊王さんが書いた漫画で、1994年から97年まで連載されていました。ざっくり言うと、人間に化けている天狗たちの生活と主人公の少女の葛藤や成長が描かれています。大日本天狗党絵言葉はほとんど筆のみで描かれていて、トーンも貼られていないです。黒田さんの絵を見たことがない方はぜひ下のリンク先で見てほしいです。ストーリーも予測不可能で、説明もなくどんどん進んでいくので、本当に自由に書いているなぁと思いながら読んでいました。個人的にはこの難解さと自由さは二瓶勤さんのバイオメガに匹敵すると思いました。また黒田さんの作品全般に言えることなんですが、小回りやアングル、セリフや会話のテンポなどがクリエイティブで、なおかつめちゃめちゃかっこいいです。語彙力もすごいと思いました。この物語の中の天狗が何を意味しているのか、終盤ではそれを考えながら読んでいたんですが、社会に順応できない人を表しているのか、天才を表しているのか、それとも革命家を表しているのか分かりませんでしたが、少なくとも僕はこの漫画からはここに生きることを肯定しているような印象を受けました。よく分からなくて自由でめちゃめちゃかっこいい漫画を読みたい方はぜひ読んでみてください。次は遥かな町へです。これは谷口二郎さんが書いた漫画で、これも1999年の文化庁メディア芸術祭で優秀賞を取っています。ウィキペディアによるとヨーロッパでも高く評価されているみたいです。48歳のおじさんが中学時代にタイムスリップする話で、昭和の古き良き日本を味わえます。絵がとてもうまくて、細かい部分の描き込み方がすごいと思ったんですが、直線が少し無機質すぎる印象も受けてしまいました。僕の中の昭和のイメージと
谷口さんの直線がうまくマッチしなかっただけかもしれないです。それか遥かな町へを読む前に黒田伊代さんの筆で描かれた漫画を読んでいたので、そのせいかもしれないです。モノローグや主人公本人によるナレーションも多用されていて、小説をそのまま漫画にしたようなスタイルは僕にとってとても新鮮でした。物語の後半は昭和の闇の部分、戦争と深く関わってきて、戦争を体験した人にしかわからない複雑な気持ちが描かれています。今月読んだ手塚さんの罪と罰では、全てが歴史に飲み込まれていくような終わり方だったんですが、遥かな街では歴史に飲み込まれたキャラクターたちのその後の人生が描かれている感じです。中学生活をポップに描きつつ、重いテーマも落とし込んでいるので、海外で評価されているのも納得できる作品でした。これからも谷口さんの他の作品を集めて皆さんに紹介していきたいと思います。今月は鬼滅の刃を読まなかったので、来月は読もうと思います。この動画のスクリプトと、この動画で使われた難しい単語や文法のリストも下のリンク先で見ることができますので、ぜひ見てみてください。ではまた次回お会いしましょう。じゃあねー。